はい、これもちょっと独特な形をしている電車だと思うんですけども、これは遥か281系ですね。で、関西空港と大阪、京都方面を結ぶ特急列車ですね。で、一部の列車は草津や米原まで走を乗りますし、急遽または緑両編成で運行されている。で、関西国際空港株式会社の空港連絡鉄道線及び JR 西日本の阪和線、大阪南城線、梅田貨物線、JR 京都線、琵琶湖線を通ります。で、大体30分おきの、まあ、運転を、する電車らしいですね。まあ、なかなかこれもこれでこう、まあ、特徴的があって、なかなかね、こう面白い電車ではないかなというふうにね、感じではないかなというふうに思いますね。というわけでどうもありがとうございました。